なおちゃんよちゃんの愉快な不動産屋さ,産やさん はい火曜日の夕方六時を回りましたなおちゃんようちゃんのお愉快な不動産屋さんですお時間です全然合わないね俺なんかねはい俺が無理に合わせようとしてるけど多分ダメなんだいや俺も合わせることしてるんだけど全然まだまだあれだねそうだね経験経験値が足りない足りない一年半ぐらいやってるけどねそう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 なかなかそんなにやってんだもうなりますよなりますねはい はい、というもす素敵なゲストをお呼びしてますので後ほどまた、ねはい、ご紹介していきたいと思います。おお楽しみににでではは家でそうです、ねまあ、仕事帰りの方はもう運転に気をつけて またお家では家事などをしながらお耳を傾けていただけたら嬉しいです。はい、お願いします。はい、この番組はどちらも沖縄市で不動産業を営んでいる。はい、なおちゃんこと大波不動産井波なおやと、うちゃんこと沖縄千倉島不動産浜崎洋一の、えー、この二人で日々の何気ないことから、はいえー、不動産に関する情報やお悩み相談まで時にゆるく時にはズバッとお届けいたします。はい、携帯の電源はオフにしましょう。<laughs> 聞こえました。すいません。いやいや <laughs> 大丈夫です。冗談ですよ。<laughs> 番組中、ですねううですメッセージを募集しておりますので、えーまあ、不動産に関するご質問とかお悩み相談とかまた何でもよろしいですので、はいえー、どうぞお気軽にメッセージをお寄せくださいメールアドレスは7 6、はい、1, 1,、ね、1> f m k o z a j p 761‐FMKOZA.JP、p, はい、ファックスは098-934-8653。 934-8653ですはい。また fm コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています fm コザのホームページからご覧いただくことができますのでそちらもどうぞお楽しみください、はいえー、ツイキャスからコメントを送ることもできますのでどうぞどしどしよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいということで、うん、まあ先週はどうでしたようちゃん 先週も慌ただしかったですね、もう2月入りましたね、気づけば。1月があっという間に過ぎ去って、また寒くなってきましたね、なんかね、急にね、今日冷えますよ、昨日の夜ぐらいからちょいちょい寒いなと思って、そうそう、日曜日なんてね、何度だろう、20度超えてたんじゃない、たぶん、なんだこのね、上がったり下がったり、そうそうそう、でも今、インフルエンザね、超流行ってるみたいだから、気をつけないと大変ですよ。 うちなんか息子が通う小学校の高学年の方は学級閉鎖があったみたいですかねあそうなんだああ久々に聞いたな学級閉鎖って言葉を16名とかなんとか16名多分なんかそんな話してましたよ16名ってのはもう3分の1以上はねそう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 休んでる感じですかはいというところで皆さんあの風風にはお気をつけてというから言ってるそばからいや 大丈夫ですか体調崩してないですか僕は体調は大丈夫ですもういたって元気でただねバタバタしてるね本当にすごいんですよ2月3月と結構ね流通委員立ってるじゃないですか中部業者会の会員向けではあるんですけれどもいろいろなちょっと事業が目白押しで今月はですね中旬頃になんですけれどもなんと沖銀経済研究所の方をお呼びして 講師に招いて、ですね、はい、まあ県内の賃貸住宅の動向、うん、まあ賃料動向ですとか、稼働状況、はい、まあその他、ですねまあ来年4月からは消費税も増税だということもありますので、前回の5%から8%に変わる際のですね書き込み需要、そういったデータをもとにちょっとご説明いただいたりとか、そんなのを、ち,ちょうど先週かな、担当副会長と2人で。 あの打ち合わせししに行きまして今週からはまたちょっと別件であの実はですね3月にはですね宅建業をやるにあたって、うん、結構重要な要素になると思うんですけど、うん、不動産の、まあ、価格の査定ですねそれってあの、まあ、宅建業者が価格についての査定は行えるじゃないですか、うん、でそれに関していわゆる宅建業者としてはね実態、うん 実あ取引事例、周辺の取引事例ですとか、うん、あと、まあ、売り主さんの希望なんかを聞いて、まあうん、売り値とかっていうものをちょっと査定していく形になると思うんですけど、はいねはい、やはり、あのー、これは、まあ、これはね、あのー、不動産の特,、うん、特性上しかがないというか、うん、一物二か一物三かと言われますからね、1つのものに2個も3個も値段がつくと。 そういうい特性上、仕方がないところはあるんですけれども、やはりあの根拠となる数字ですね、といったものに関しては、不動産鑑定士の方が、やはり専門的だということで、いろいろな要素を検証した上で、最終的な不動産の鑑定評価を行うじゃないですか、やはり他建業としても、そういったあの知識というものは学ばねばならないと。 うんうん、いうこともありますので、はい、3月にはあの不動産鑑定士の方を講師にお招きしておうおうちょっとまた価格査定に関して勉強会をしようというところでですねいろいろバタバタ動いているんですよ、うん、それ以外にも、まあまあ、まあ自分の仕事もありの、うん、ちょっと最近、ババタバタですね <laughs> そうなんですね。はい でも年中、忙しそうだけどね、なおちゃん、いやいや、暇な時は暇ですよ、仕事がないんだよ腐れてます、かって、べーんって。でも、先ほど、査定のね、いろいろ勉強になりそうな講習会、楽しみですね、2月は賃貸に特化したところであるんですけど、3月はね、売買の方にちょっと特化したところで、ちょっと流通委員として頑張っていこうかなと。ややややっぱ違うななおちゃんはいいい そうです。あの親から言われてることをただ今言ってるだけですからね。楽だねでしょ。まあまあそんな感じで、まあちょっといろいろバタバタしてますが頑張ってますね。僕も頑張っていきましょう。ということで、とりあえず一曲目いってみましょうか。そうですね。一曲目どうしようかなと思って、えっとですね、何かあの北部ヤンバルではもう桜が、ああなるほどですね。咲き始めです。もう咲いてるのかな？毎回ぐらい来てるかな？それとももう もしかしかかてて始めてるとかも先週だいぶ寒かったから、うん、これから満開に行くんじゃないかっていうお話もあるんですけどそうなんですね、うん、何か桜ソングとかあるかなと思って探してたんですけどね、はいうん、もうこれいきましょうね、はい、土定番でお願いします土定番ってほどでもないかなあそうなんですか <laughs> あじゃあ土定番前、まあ、<laughs> <い>桜の時愛子ですねあはい Mm-hmm. <laughs> ゲスト紹介のコーナーなんですけれどもちょうど今ですねメールの方届いてましたのでこちらからちょっとご紹介してもよろしいですかね春さんからですね久しぶりですなおちゃんさんようちゃんさんそしてゲストさんこんばんはこんばんは久しぶりのメールですがよろしくお願いします新年明けていろいろと忙しい日々でしたが2月に入り最近少し落ち着いてきました皆さんは何か変わったこと落ち着いたことってありますか それではラジオを楽しんで聞いております<は>ということでですね。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。お久しぶりです本当にもうまた、ね、最後まで、ね、ご質問メールいただいた方ですね。すねうん、はい。あのまた最後までお付き合いください。はい、そうですね。なんか変わったことお質まあ、うん、とっとっていうようちゃんなんかありますか？うん まだ落ち着かないですね。<laughs> 実は去年からのね、なおちゃんにはちょっとね、違かっていたんですけど、ご契約あったものが、まだちょっと伸のび伸のびになっているところがあってですね、本当は年越さないように頑張ってたんですけど、年を越してしまって、まだ落ち着かないですね、それがちょっと心にいつも引っかか,かっている状況です。<laughs> はい、僕も、まあまあ、ちょっと、携わっている <laughs>、うん。 このバイバイの交渉がありまして、そこでちょっと今、南極に面しているというか、<laughs> <laughs> まあまあまあ、今週中には何かあの決着がつくだろうというところがあるので、<laughs> うん、ひとまず、まあ、これにとら、ね、われず、いろいろやっていこうと思ってるんですけども、ですねはい、じゃあです、ね、ゲストさんの,あの、まあ、変わったこと、落ち着いたことを聞く前に、まず自己紹介の方からお願いしたいと思います。ここんばんんんばんはんばんはは えっと有限会社キマグミ島袋と申します。はい、よろしくお願いします。下のお名前も。しま <laughs> あ、島袋エイジです。はい、エイジさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はエイジさんはあの僕の高校のサッカー部の先輩なんですよ。うん、はい。で、はい、ちょっとご縁があってね。はい、あのー、今エイジさんが勤められている有限会社キマグミですね。こちら沖縄市古社の方にあの本社ありますけれども、そのキマグミで、あの今 お仕事をされているとそうですねはいでそれをちょっとご紹介させていただいたのが私だとそうですねはいで今度はちょっとお酒でもおごってもらおうかとはえ、ぜひ <laughs> 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 ちょっとあの手柄を持っていこうとしてるんですけど、ね、まあぜひこの後でもいや一応本日ね栄、あのー、<laughs> ジさんに来ていただいたのはですねまあ変わったことというか新しいことですよねそうですね。すはい。はい、それをちょっと栄ジさんのほうから、はい、ご発表お願いします、はい、えっとですね,今沖縄宮里でですね マンションを作る予定で、今も作ってるんですけど、もそこのモデルルームが2月1日、昨日からですねもうオープンしてますので、それのちょっと告知って言いますか、いやあれですよ僕の方が無理にちょっとゲスト出てくれませんかとお願いしたら、でもちょうど昨日からマンション販売も開始してるんで、モデルルームもオープンして、開始も販売も開始してると。 いうこと、あ、ちょうどよかったと思って、できれば、じゃ、あぜひゲスト出てもらって、あの、そのマンションの方の宣伝もやってもらえたら、ということで。それでも、心よく、あの、了解いただきまして。あ、そうだったんです。急遽、電話もらったんですけど。本当にお昼過ぎぐらいですよね。そうですね。その時は何されてました?。モデルルームで。頑張ってました。はい。もう、お仕事の途中で、申し訳なかったです。現地のご案内の、じゃ。あ、まあ、そうですね。モデルルームの方は、ちなみに、どちらの方に。 えっと沖縄市宮里なんですけれども、マンション予定地がもともと居酒屋満町ところがあった場所なんですけれども、えー、そこのすぐ近くのところなんですけれども、はい、えっと近くに親父ダイニングっていう、なんか有名な居酒屋が、うん、あ,あるんですけれども、ね、アパート、4階建てぐらいのアパートの、そこの道向かいを見ると、畑があるんですけれども、その奥にモデルル,ルーム、平屋のモデルルームが建ってますので<ー>。なるほどですね 大きな看板もついてますんで、目立つかなと思いますけどちょうどじゃあ、宮里小学校、中学校の通りがあるじゃないですか、あれを例えば沖縄市からうるま市の S 向けに走っていくと、見える感じですね、左手のほうに、モデルルームは左手の方に、建設予定地は右側ですね、なんか鯵島さんを越えてすぐのちょっと交差点になってる場所い 上手ですね。ちょっと中に入るんですか、モデルルームは。モデルルームはちょっと中に入ります。マンション予定地の向かいに、メガネバスターさんがあるんですけど。そこのところから、曲がっていったら、また大沖縄看板がありますので。なるほど。それ目印にして、来ていただければ、現地までの案内看板が。モデルルームまでの案内看板が、出てるということですね。なるほど。ちなみに、ちょっとあの、これ読ませてもらっていいんですかね。はい、このマンションの、なんて言うでしょう、イメージというか、テーマというか。 そういったものがその資料のほうに書かれてまして家族の絆を紡ぐ地域と家族をつなぐ快適な空間でくつろぐそうですねいいすのキャッチコピーではいまあそういう言い方していいのかな,かなまあまあファミリー向け<は>いまあということではいじゃあマンションの,の名称の方なんかはそうでマンションの名称あれある宮里と言いますあれあるこれはどこかの言葉ですか なんかこれは英語でですね。地域のためにみたいな意味があるらしいんですけど。なるほど。あとからあとから気づいたんですけども、それはごろごわせから。まもともとはまあ違うサッカーチームのことをイメージしながらやったんですけども。そうですね。レアル。僕ねちょっと見たときはあの。 宅建業不動産業って言ったらいいのかなリアルエステートっていうじゃないですかそのそのリアルをちょっとスペイン語読み得したのかなと思ったんですよでアっていうのはその固有名詞っていうか固有アラスっいうだからなんかいい名前だなと思ってあそこにあれあるようなそういうことかなと思ってあれあるこれあるみたいな感じ結構だからいろいろねあの耳に入ってきやすいフレーズがありますよねわかりやすい短い言葉にしようってことで いや、ちなみにマンションの方は何階建てになるんでしょうか。マンションはですね、えっと十四階建てになってますね。十四階建て。はい。おお。あ、結構高いですね。結構高いですね。一階部分はこれは一階部分は駐車場になってます。あ、なるほどですね。エントランスと駐車場ですね。駐車場っていうのはあ、重要な。駐車場の前にそれ二階部分から十四階までがあの居室部分というか、あの部屋にそうですね。はい。えっと全部で何世帯？そうですね。あ、全部で二十三世帯なんですけど。はい。 2階から6階までが3世帯で、7階から上はもう1世帯しかないですね、4面バルコニーで。ワンフロア1世帯そうですね、ワンフロア1世帯。4面バルコニーですか、7階以上は7階から上で、8、九、十、十一、十二、十三、十四。八八世帯、そうですね、7、8、9、10、11、12、13、14、8世帯はワンフロア1世帯で、そうですね、はい。 戸建て感覚のそうですね、もう7階、以上階の方は、なるほど、7階の方とか、バルコニーが広くなるんじゃないか、そうですね、バルコニー広いですね、7階だけは。ちょっと L 字型になっててね、折れ曲がるところが広く取れるので、やっぱりそうなんですね、これ、ちなみに床面積的なものでいくと、その1世帯、えっとですね、えっと、上の方の階が、はい。 二十二坪ですかね。なるほどマンションで二十二坪っていうと結構広いものですよ。この上階っていうとそのままワンフロア、一世帯の部分があとは 3LDK になるんですけどもそこがでもう一つ 3LDK が十一坪ぐらいでしたかね。ちゃんとはっきり覚えてないんですけど。 もう一つパンフレットみたいのありました。<laughs> やっぱり対面キッチンですね。ああいいですね。うん、対面キッチン。ね、うん,うんなるほど。こちらにもちょっとありますね。資料の方が。あ、うん、平米数でいうと七十五点一一五平米。うん、でバルコニー四面ということで四十六点四三平米。うん、すごいですね。バルコニーがすごいな。四 <laughs> つバルコニーって書いてありますね。はい。ああ、もうの景色がねやっぱり宮里は おけなしでも、高い、ね、開発は高い方になります。開発60メーターあります。ちょっと東側に、あの、中将はなんかを望んで。海も見えますよね。もちろん。上の方の階になると、まあ、ちょっと見えるかな。ああ。ちょっとまだ、はっきりは、まだちょっと。そわからなくて。じゃ、あれ飛ばしましょう。ドローン。あ、そうです。それも計画してます。あ、そうですか。はい。あ、牧師台でいますよ。ドローン。 あ、待つ、もう、マスラ、待ちます。あの技術があるとね、ちょっと想像できますよね、マンション、マンション建設する際にはね。なるほど。NLDK の方に関してはが二十ツ弱ぐらいですね。でも NLDK 二十ツボだと結構広めですよ。やっぱり十九点八三でしたなるほどですね。 これ、キッチンはすべて対面、先ほど陽ちゃんが言ったんですけど、2LDK のお部屋、すべての部屋、対面キッチンとなっておりますね。なるほど、これ、すごいですね、LDK17.6 畳、これは 3LDK の方なんですけれども、広いな、なるほどですね、ちなみになんですけれども、ちょっと資料にも書かれてますので、ご説明いただきたいなと思うんですが、2LDK タイプのお部屋で、販売価格1980万円。はい というお部屋があるんですけれども、そちらを購入するにあたって、例えば頭金などがない場合ですね、ない場合でも、どういう感じになるのか、ちょっと教えていただければ。提携金融機関とですね、提携先がありまして、そこの35年論で、融資金利が1.175%度、こちらは変動金利ですね、かなりいいかなと思ってるんですけども。 まあ月々のボーナス支払いなしで月々均等払いですと1180万で1.175%でそれとも5万7000円ぐらいでああなるほどこちら 2LDK あのたりでいくとまあ新築だと6万円ぐらいのお家賃つくと思いますので、ね、でボーナス併用するとさらにお安いボーナス併用するとまあボーナスに10万円10万3744円で月々 まあ4万円ボーナス払いは年2回ということなんですね。ということですね、はい。ボーナス払いは年2回で、はい、そうすると、もうだいぶ、まあ、今、アパートにお住まいの方なんかは、そのまあ、固定費というか、そうですね、はいうん、そういった月々の固定費はちょっと圧縮されて、うん、でボーナスが入る際にこうお支払いができるで、はい、ということなんですね、すごいですね。いや、でも今、結構あの、ね、マンションって、やっぱり購入,購入しやすい価格帯っていうんですかね。 そういうふうに変化が出てきているのかこの支払い例の横にもう一つ支払い例があるんですけど仮入期間50年って、でですす沖縄初と聞いておりまこれ、私もこの間ちょっと聞いたんですけれども、ちょっと今、ここでは、この放送の方では固有名詞は伏せますけれども、50年という思い切った期間を出して、ですねその場合だと、今の1980万円のお部屋を購入する際には、 金利の方は多少上がるんですかね金利はそうですね、ちょっと上がりますけども、金利はおいくらに、何パーセントに、1.7%から1.8%ですね、こちらも前これ、ちょうど昨日話したんですけれども、もうちょっと下がりそうだと、1.6台、一銀のマイナス金利が出ましたからね、とい話でしたので、ちょっと期待していいのかなと思ってますけど。なるほどです でこの、うん、まあまあ、今現在こちらに記載されている1.7パーから1.8パーの全期間変動金利という場合は、ねねうん、まあ月々均等払いボーナス支払いなしで、はい、つま、ね、り49,100円となっております。5万円を切り,切りましたね。じゃあその分ですねボーナスを併用した場合ボーナス時年2回おいくらになるんでしょうか。88,416円で8万 8, 円、88,416円 <laughs> で月々が 三 <laughs> 万四千三百七円となってますね。頑張れなおちゃん。<laughs> <laughs> 声がでないんですよ。<laughs> ちょっとあのジャパネット的なのをイメージしたんですけど、すいません。でもすごい安いですね。うん。えー、いや、ワンルームに住んでる感覚じゃないですか。すね、アパートの家賃並みで払える、はい、っていうのをちょっと目指して。やったんですけども。なるほど。<laughs> ちょっとですね。お時間結構押してるんですが。もっとお伝えしたい部分がありますので、少し。延長していきましょうかね。ねはい、あのー、なんか。やはりマンションですから。 あの設備もですね。結構充実してらっしゃるということでですね。ちょっとあの内装に関してちょっとはい。教えていただければ。その浴衣、テグ、キッチン、トイレ、洗面、器商台、もう全てパナソニックを使用してまして、もう何て言いますか？ハイグレードの内装と言いますか？はい、そういうので。やっております。ああ、なるほど。パナソニックさんそうですね。パナソニックで行っております。なるほど、結構人気が高いですからね。 設備に関ししまてはこの間ですね、今、ちょっとエイジさんと一緒にちょっと募集をかけている賃貸物件があるんですよ、一世帯なんですけれども、そこもアパートなんですけれども、一応はパナソニックの、小さいやつですよ、ワイド1500ぐの、パナソニックの流し台と釣り台なんか入ってたんですよ、やっぱり化粧もされてるんで、やっぱりね、部屋の雰囲気も明るく見えるし、今、こちら見てみても、対面キッチンでそういったのが入るとなると、しかもこれ、幅はもう1800のもの。

入るまでの間にお客様と相談の上で決めていくということですね。そうですね。あの前通りを通ったんですけれども、うん、ま今どういう状況でしたっけ。まだこれからですよね。何月の完成を？この,このマンション本体の方ですね。はい、本体ですね。マンション本体完成予定ですか。完成予定はえっと来年の3月。3月ちょっと今ちょっと多めに見てるんですけども。うん、ああ、ね、お予定してます。それまでに。

あのー、関係者ちょっと願いながらだと思うんですが、<laughs> あのー、なんと、これ、すごいキャンペーンなんですからね、先着10名様になんかご製薬プレゼントというものがあるようで、ちょっとそちらもご紹介、お願いします家具屋さんの赤宗家具と家具さんと提携してまして、先着10名様には、この赤宗家具で使えるチケットというんですか、家具ご購入券を10万円分をプレゼントしています。 10万円分軽くベッド3つぐらい分かりますかね2つぐらいかもしれまハッチバックベッドがあります中身君あれじゃなかっででも10万円は先着10名様にそうですね思い切ったキャンペーンですよねでもすごいですね10万円って大きいですからねちなみに今現在お申し込みっていうのは入られてるんですかね昨日から始まって今現在は えっと2件はちょっと申し込みはも入ってますね、えー、じゃあ、ね、もしかするとあと8組様八8名様そうですね、はい、ああなるほどちょっと急がなきゃいけないですねまたそうですねまだチラシはまいってないのでああなるほどです、はい、まあこれからまた、はい、来週以外にはポスティングできるかなという方で,、ね、ですので、はいはい、今はもうあの看板だけでやってますので、はいしえー、もしあのちょっとそのキャンペーンこの赤嶺家具さんの家具ご購入券10万円狙われてる方はですね、はい あの、沖縄市宮里にありますモデルルームの方に足を運んでいただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、ちょっとのメールの方、すみません、たくさん届いてるんですけども、ちょっと読み上げてなくてですね。あとツイキャスの方でもちゃんお母さん、ちょっと長らく放置してしまって、申し訳ない。ですなおちゃん、ようちゃん、ゲストさん、こんばんは。ということで。こんばんは。今日のゲストさん、えいじさんですね。よろしく。イケメンで、スラっとしてる。身長何センチあります。185です。百八十羨ましいよね。はい。 パッと見僕はもうバスケット選手にであ確かにでもサッカー部つながりなんですよね、はい、よく間違われます<ー>やっぱりバスケやっあそれはまあそう <laughs> 多いですね <laughs> ですね <laughs> また最後までちゃんおかさんもお付き合いください、はい、でメールの方ですねたまにゃんさんから、えー、すいません不動産のお二人へ、うん、ということでこんばんは 初メールのラジオネーム <laughs> たまにゃんですこんばんはこんばんは,こんばんはちょっと裏返りましたね FM 小沢を BGM のごとく聞いているのですが、はい、この番組には初メッセージですありがとうございますいつも二人の掛け合いがナチュラルで面白いおかしく聞いてます それもあの不思議なラップ,ップは受けますい <laughs> よかった初めてなんかこういうメッセージいただいた、ね <laughs> あのー、これも結構流してるけどねコメントなかったもんだからねこのラップについてはなんかな、はい、どうもありがとうございます <laughs> で今日のゲストさんは<あ>ネットで見るとイケメンで俳優さんみたいですね,ですよね実物もですからね実物もですよ <laughs>、えー、本当はイケメンなんです <laughs> いやこれネットで見るとあれがちょっと僕も気になったんですけど、ネットで見ると、実物を見てください、ぜひ。疑惑組というと、FM 小座で CM 流れていますよね、マンションを作っている会社なんですね、マンション欲しいですということで、買うことはできないけど、モデルルームを見るだけでもいいのかしらぜひお越しくださいまた 今後もまあいろいろな展開があると思いますのでこのぎまぐみさんの方でもですねあのその参考にねモデルも見学するっていうのも本当にいいことだと思いますはい夢をじ夢を見る時間をくださいませませなんてわがままかしらではでは失礼しましたということでたまにゃんさんでしたねどうもありがとうございますはいありがとうございますはいこんばんははいそうなんですよお久しぶりです知りですかはいお知り合いで もう一件ですね、これはちょっとお名前の方がないので、匿名ということでご紹介します。エイジって、僕と同級生のエイジ君、高原のというところで、個人情報出てるんですけど、大丈夫ですか。宝なんですけど、名前から誰か分からないですけねぜひよければまた名前の方も教えてください。で、次にですね、こちら、中神様からですね、こんばんは、中神様です。 家族につなぐ営のフレーズ、どっかで聞いたなと思ったら、FM 講座で CM 流れてるね、結構聞くよということで、ゲストさん、イケメンボイスだねと。いや、届いてますかね、ありがとうございます。届いてます、届いうこと皆さん、本当にありがとうございます、多くのメッセージいただきまして、また引き続きね、後半戦もありますので、最後までお付き合いください。ちゃんわたさんが待ってたよということで、ごめんなさいお待たせしました。これからまたどどんん 絡んでいきましょう。<laughs> そうですね。はい、それでは、リクエストの方行きましょうか。そうですね。はい、そのイケメン俳優さんの、えー、島袋さんからです。<laughs> えっと、リクエストがありまして、はい、ええー、秦基博さんで、鱗。あ、ごめん、間違えた、間違えた。大丈夫、大丈夫です。ちょっと待ってくださいね。 これ二人で歌ってるやつです <laughs> あ、そうなのめっちゃ詳しい人いるの <laughs> それでラップさっきの中に言てたの変なラップ <laughs> <laughs> ということでですね。あの先ほどこのラップに関するあのコメントもいただいたので、はい、せっかくなので流しました。エリーさんどうでした。あ、あ実際歌ってるんですか。あの収録してしっかり収録したものを今流してます。からあ面白かったです。ありがとうございます。はいということでメールの方ちょっとあの。 すみませんいつもでしたらですねあのここであ,のあなたのハトに仮登記、ねまあ、不動産に関する豆知識コーナーなんかをやるんですけれども、うん、今日はあのは、ね、結構メール多くいただいてまして、うんご,はい、ご質問なんかもいただいているのでちょっとあの豆知識のコーナーは来週に飛ばして、ね、メールの方をご紹介しながら、はい、ご質問に答えていきたいと思います。まず最初に、えー、先ほど まあエイジーさんのあの個人情報宝の人ですかっていうのを漏らした方は <laughs> それぐらいはいいじゃないですか <はい S 2> <laughs> すみませんさっきのは中曽根誠ですエイジ頑張れということでまあい月曜日夜7時からですか6時からですか同じ時間ですね6時から6時から7時からされている中曽根誠さんからのメールでしたねどうもありがとうございますまた引き続きよろしくお願いします聞いてるんですねですね嬉しいですねでですね。またあの春さんから はいあのー、ご質問のメールをいただいてまして島袋さんに質問です、えーはい、パナソニックってことはシャワーの温度設定もできるんですよね自分が今住んでいるところは温度調整が手動な上にすぐに熱くなったり冷たくなったりするんですごく羨ましいです <laughs> 過去洗いということでですねああそうさっきちょっと言わせたんですけど。 ユニットバスタけ宝スタンダードさんでやってますね。まあ、宝さんも品質はそこまで変わりはないのかなと思いますけども、ただ、ちょっとこのご質問で、ちょっとよく思ったのが、温度調整が主導っていうことは、先ほど、よちゃんがね、分かります、アパートではね、古いアパートなんか、2つのランでね、お湯と水をね、それで調整するっていうことなので、私の銭湯はそんな感じ。なるほど あれほかがね、例えばキッチンで洗い物すると、はいとか冷たいとかね、温度が変わるんだよね、そうそうそう、ありますよね。ただ、今、最近のといったら変ですけれども、アパートなんかでもリモコン式のね温度設定するものがついていたりするんで、多分マンションに関しては、普通にも自動調整できるということになってますね。よくわからないですけど、なってます。そうでですすもちろんはい とということでまた他にもいろいろご質問があれば、ぜひメール、メッセージください。も小さなことでも大きなことでも、うん、大きなことは答えられないかもしれないです。うん、<laughs> いける。おっちゃんならいけるい。無理だ。<laughs> okay、ですで次にです、ね、田さんからのメールですね。はいえー、こんばんは、えー。なおちゃんさん、ようちゃんさん、こんばんは。こ,んばんはこの番組には初めてメールします。んん最近、ピコーン。 ギマグミという音の、CM、の会社さんですね私も沖縄市在住なので最近よく義摩組さん目にしますよ先輩を目にしてタジタジのなおちゃんさんビシッと頑張ってくださいねということで <laughs> まあまあまあ、まあ、そこはあの緊張を隠してこうタジタジなの、はい、タジタジです <laughs> やっぱり怖い先輩でしたいや,いやいやちょっと優しい先輩でした本当に本当 <laughs> に2つ,つ,つ違い2 <laughs> つ,違い <laughs> つ違いなんですね結構2つ上の 先輩っていうのは、そんな怖い方っていうのはいなかったですかね、うん、<laughs> まあそう言っときます <laughs>、ええ。あれじゃないですか、年が近いと、やっぱりね、なんていうんですかね、この、からかったりしながら、ちょっと、あれしますよね、ええ、で、2個離れてると、やっぱり弟みたいな感じとかで、うん、逆に僕がこうなんかちょっかい出してね、逃げ回ったりしてたような感じもありますよね。 ヤンチャしてたや。ヤンヤンチャではないですけど、<laughs> いや今も変わらない。<laughs> 言ってくれました。ありがとうございます。そすあまあそんな感じで、<laughs> はいということなんですけれども、またあの時間の方全然ありますので、またご質問があればぜひよろしくお願いします。はい、うん、というところで全然あるって言ったんですけど、8分ですねあと。<laughs> まあ大丈,大丈夫です十分です <laughs>、うん。できればあのー、まあ放送が終わる前にね、あのーうん、またあれあレアル宮里ザトの、えー、モデルルームの場所ですね。 ちょっとラジオをお聞きの皆さんにお伝えしたいんですが、エイジさん、よろしいでしょうか。はいはい、えー、っとですね、はい、329号線っていうんですかね、うん、329号線、国道の方ですね、そこを、えっと、宮里小学校向けに曲がっていただいて、はい、<laughs> あすみません、大丈夫です。で、まっすぐ行ったら、右側に宮里小学校、うん、でそのまままっすぐ行ったら、十字路になってて、右側に。 マンションの予定地があるんですけども、うん、でモデルルームの行き方は、このマンションの予定地の向かいにメガネバスターさんがありますので、はい、そこと、遠い犬があるんですけども、はい、そこの間の道を通っていただいて、はい、あそこで曲がっていただいて、でそこにまたますク行きますと、看板がありますので、うん、そこを右に曲がっていただいたら、モデルルルームがありますので、なるほどぜひお気軽に。 ごご来場のほどよろししくお願いいまます、はいはい、ありがとうござメガネバスターさんとこの保育園の間の路地を入っていくとまた大きな案内看板があるということです、ねはいはい、この辺りはもう区画整理されてまして、うんね、とても綺麗な場所で環境がものすごくいいんですよね人気が本当に高い地域ですよね,、うん、すね宮里といえば、うん、小学校なんかもクラスがすごいらしいですよ市内屈指のマンモス校ですね希望者多いですから宮里で土地を探している、うん 一個だけを探してるって多いですから。ぜひなんまたあのね皆さんあの先着申し込み基準になるんですけれども先着10名様で今2組はもう申し込みがありましたので残り8名様にはあのまあキャンペーンということで10万円分の赤峰家具さんの家具ご購入券がついてくるということですね。ぜひご覧以上のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいということでひとまず。

あの<う>ナイスアシストっていう、よっ、ちゃんナイスアシスト、に例えましたマンション、モデルルームのそうです、ね、電話番号を、098989-9668、はい、えっと、098989-9668、はいえっと、がモデルルームの電話番号となってますので、はい、そこへ電話、予約した上で来られた方が、スムーズーゆっくりも対応もできるのかなと思います、ね。はい、はい そこには島袋さんが常駐してるんです。あ、はい、そうですね。ね、ラジオ、声もイケメンボイスでね。そうですね。もしあの、このラジオお聞きした方ですね。あの、島袋さんいらっしゃいますかということで。あの、言っていただければね。あの、直接ご対応させていただきますので。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。いや、これって、あの。あれですか。僕たちが行ってもいいんですか。まあ、まあ、まあ、同業者ですけども、リサーチ的な感じで。はい。全然。はい。 サーチしてくだまあ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 ちなみに今現在ですね、まあ、これ今回実は義摩組さんマンション建築に関しては初めて。 そうですね今回は初めてでこれまではいろいろ一般住宅だったり共同住宅、で店舗、事務所、商業施設とか、商業施設ですねあと公共の建造物なんかも手がけられてきたんですけれども、マンションが今回初めてということで、今後の展開としてはまた2棟目、3棟目っていうところも視野に入れて視野に入れながら、いろいろやっていきたいなと。なるほど いろいろはいじゃその時は僕とようちゃんもちょっと一緒になって儲けさせてくださいぜひ販売にご協力されますそうですねみんなで一緒にはいよろしくお願いしますあのよろしくお願いします中部業者会というあの会もありますのではい見てみようかなモデルルですねちょっとあの勉強もできると思うでどんなものなのか見てみたいですぜひいらしてくださいはいということでまあ一時間結構早いんじゃないですか。 そうですね。ドキドキでしたけど。緊張してました。最初はでも結構緊張されてるって言ってましたけど、そんなにうん。うん。あまり感じなかったです。上手でした。でも自分たちがね、まだほぼつかないから。僕たちもあのまだなんていうか、素人に毛が生えた程度なんで本当に毛も生えてないかなぐらい。つるつるです。つるつるです本当に。滑りっぱなしですよ。うまい。うまいから。そんなこんなでね。えっと。 そか告知とかなんかようちゃんあったっけ告知、うん、えっとそうですね最近あの、まあ、仕入れた物件としましては、うん、おおなるほどまあ那覇にマンション一室お預かりしましたのでお<ー>また近々、はい、まあご紹介できるかなとなるほど、ね、ただ那覇市なんですけどねえー、えー、<laughs> 便利なところですけどいやもしかしたらその、うん、沖縄市から那覇に通っている方もいらっしゃるかもしれないのでねそういう方はぜひ美ら島不動産まで はい、はいいお願いしますすととうことですね僕の方はですね、今、特段、特にないんですけど、うん、あそうか、2月からですね、すみません、私ども,ももですね、ちょっと提携させている部分では、陽ちゃんも、千代島不動産もあの提携させてもらっている、うん、あのマンションの方ですね、別にはなってしまうんですけれども、そのマンションの販売強化月間ということで、<う>今の事務所の方にもちょっと大々的に張り出して。 やっていますので、まあ大波不動産もしくは千倉島不動産の方にですね、お声を掲げいただければ、はい、現地モデルまでご案内して、あの、はい、まあ今節丁寧にね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。また時間あるよ。そうなんですか。どうしようかなじゃあ。もうじゃあ島袋英二さんのあの人となりを探っていきますか。いやこれは。 今回初回なのであまりこう突っ込みすぎると僕はとかやられちゃうじゃないですかです先輩に <laughs> <ー>だから今日はこういうふうに締めて次回またどんどんプライベートを攻めていくっていうこれは要する、ね、もう次回の約束をしてる約束をしてるってことですか <laughs> そういうことなんですね 1, すす <laughs> 1> 一回じゃ済まさないよってことです <laughs> <laughs> 攻めるねぜひ次回も出ていただいてその時にはまたろ、うんまあはいろいろ違った側面からね 切り出していきたいなと、はいはい、今でもサッカーとかしてるんですか、うん、あそうですね定期,的定期的ではないですけどみんなの時間が合えばフットサルしたりやってますけど同級生でな、はい、ちなみに今彼女さんとかは <laughs> 今残念ながらいないです募集中なんですかなるほどじゃあ次回に向けてちょっといいテーマが今出てたのでねよーちゃねよちゃんびっくりするそこはプライベート聞き出したからこれも聞いとこうと思ったこのテーマはまた次回に持ってきましょうよああ、わかりましたぜひはい、よろしくお願いしますはい、ということでですね本日お届けしたのはなおちゃんとよちゃんとえいちゃんとこれ三名でお送りしていきましたそれそれでは この最後の文句はまたちょっと教えてなかったので次回に向けてちょっとまた覚えておいてもらいたいなと思うんですけどじゃあ合わせていきますかはい、はい、それでは明日たもちらさん愉快な不動産今日も聞いてくれてありがとうさーん茶岡さんどうもありがとうございましたお疲れ様でした <laughs> すいませんなかなか絡めなくてお疲れ様ですまた来週聞いてください